今2024年10月17日、夜11時過ぎたぐらいなんですけども、大体2時間前ぐらいに、CFA のレベル3の結果が分かりまして、まあそのね、タイトルからも分かります通り、まあ、その全部 CFA のプログラムを終えて、まあ、どう思っているかっていう率直な感想をですね、一応記録として残しておきたいなと思ってます。特にメソドロジーとか勉強法とか伝えるような、まあ、伝えられるような立場じゃないっていうふうに思ってますので、まあ、そういったとこ興味ある方は他のウェブサイトであったり日本人の方だとノート書かれてる方いますよね。そういったところを参考にしていただくといいかなと思います。で、本当に率直な感想だけをだらだらとな、5分ぐらいでまとめていきたいなって思うんですけど、まずこの現時点での感想としては、本当解放されたなと、あとはまあ終わったなというところが大きいです。まあ私こうトータルで途中 FRM も並行しながら受けてはいたんですけども、4年ちょっとかかってるので、まあマスターレベルとか言われますけど、まあ期間で見たらもう本当アンダーグラドレベル、アンダーグラッドと一緒、4年間ですよね、ぐらいかかってるので、本当お疲れ様でしたというちょっと自分に言いたいなっていうところが本当にあります。でも本当それ9割ぐらいが今の現時点の感想です。で、まあその現時点の感想はまあ多分、まあ、それぐらいにしておいて、じゃあプログラムとしてどうだったかっていうところを、まあ、2点ぐらい、まあ、主にあると思うんですけど、まず1点目としてはその金融を、まあ、総合的に網羅的に学ぶっていうところでは CFA と、まあ、FRM 非常に良かったなっていうふうに思います。まあ、私、理系の全く違う分野でを大学の時に学んでて、まあ、社会人になってその金融業界に入ってっていうところで、そのギャップを埋めるために、まあ、CFA 受け始めたんですけども、まあ、実際やってみて正直そのファイナンス学部の方がどういうふうに学ばられてるかとか分かんないので、まあ、そことこの相違点は、そこと比較しながらコメントはできないんですけども、本当に個人的には金融のベースは、ま、学べたかなっていう思います。で、まあ、それがどういうふうに確認したかっていうところは、まあ、その実務でどういうふうに生きたかっていうところに、その2点目の感想ですね、実務に生かせた、しっかり生かせた、プログラムとしてこのプログラムは実務に生かせたっていうところが感想なんですけども、まあ、そこで生かせたっていうところを確認できたから、まあ、そのファイナンスのベースの知識をですね、しっかり補えたなっていう、一通り学べたなっていうのが感想として思ってる次第です。すみません、ちょっと今だいぶなんですかね、あるあるかもしれないんですけども、結果発表当日って大体米国時間の9時、朝9時なんですよ。で、これ日本の大体夜の10時とか11時ですよね。要するにということは、だいたい1日もそわそわしてるんですよ。もう日中ずっとそわそわして、夜になってもそわそわして、まあ、なんか夜ご飯食べてもそわそわして、でちょっと何ですかね、夜ご飯食べた後にリラックスしてる頃にこう携帯見て確認するみたいな、そういうところなので、リアルですね。そうで、私よりしっかりメンタルしっかりしている方は、まあ、そんな関係ないっていうあるかもしれないですけど、私はそういうしっかりそわそわしてるタイプの人だったので、ちょっと今だいぶ疲れてます、まあ、頭は何回転もして、まあ、今回はいい方に転んだんですけども、まあ、過去、ちょっと説明したか忘れちゃったんですけど、私基本的にほとんど2回受験、レベル1と FRMA のパート1以外は2回で合格してる形になるので、まあまあ、落ちることデフォルトみたいな感じで来たので、まあそういう感じでそわそわしてたっていうのが本日の感じで、ちょっと頭回ってないところご了承いただきたいんですけども、うん、で、そうですね、その2点目の感想で、実務に生かせたっていうところ
もうちょっとあの詳細に言いますと、私あの1社目がフィンテック、フィンテックと言いますか、フィンテックというよりはあの、まあ、情報ベンダーですね、あの金融情報ベンダーの会社で、 2社目が資産運用会社というところで、まあ、1社目はそのセルサイド、バイサイド限らずそういう、まあ、金融機関のお客さん相手に、まあ、例えばその財務データとか、モデリングとか、まあ、エクセルスプレッドシートとかですね、まあ、そちらはセルサイドに当てに、であとはそのポートフォリオ分析とかリスクモデルとか、そういった類のものを、まあ、バイサイド当てに、まあ、サービス展開してましたので、まあ、その点で結構そういうとこは全て CFA、FRM で網羅されている内容ですので、まあ、本当にダイレクトに生きたなっていう。でまあ、CFA ご存知の方は分かるかもしれないですけど、そのレベル1かレベル3に進むにつれて、どちらかというとアセマネの、コンテンツが結構増えていくので、まあ、どちらかというと何ですかね、バイサイド寄りの資格なんですかね、まあ、それは私個人的な意見ですけども認識してて、まあ、その2社目の、運用会社では結構本当ダイレクトに来たなっていうのが率直な感想です。一応多分学生の方で受けられている方もいらっしゃると思いますので、まあそういった方向けに、まあ、どういうふうに生きたのかとか、実務に生かせたのかとか、そういったところを今感想として話しました。はい、ですみません、ちょっと本当に頭が回ってなくて、これで、恐ろしいことにこれ一発撮りのはずだったんですけど、4回ぐらい撮り直しているので、40分ぐらいここにいるんですよ。はい、なので、ちょっともう、さすがにこれを、で、最後っていうことで、テイク5、テイク4で終わりにしたいということですので、まあ、感想でした。まあ、もし、うん、まあ、こんな、一個人の、感想で何か気になったこととありましたら、コメント欄残していただければ、私の主観的な意見になるかもしれないですけども、可能な限りコメントを返しさせていただきますので、よろしくお願いします。じゃあそんな感じで、はい。